富士スピードウェイからお届けいたします。なんでここに来てるかというとですね、今日ここでミニのワンメイクレースミニチャレンジが行われるんで、その様子をお届けしたいと思います。残念ながらボンドグループが走ってるわけではございません。ただちょっと僕ミニのメカニック時代、非常にお世話になった方々だったりとかレース参戦してるってことなんで、ちょっとその様子をお届けしたいと思います。であとはですね、今回実は、出場されてるチームから撮影の依頼を受けてるんで、ちょっとそのお手伝いを、僕らが受けてるわけじゃないんですけど、ちょっと撮影のお手伝いをしに来たんで、ちょっと撮影の裏側なんかもお届けしたいと思います。それでは撮影のために別の場所に移動したいと思います。その前にミニチャレンジを僕の知ってる限り説明するとですね、まず僕がそもそもレース知識ゼロなんでありませんっていうのは冗談で、ミニチャレンジっていうのは一応本国ヨーロッパで、本家が開催されているミニのワンメイクレースですね。でクラスが一応日本で開催されている、ミニチャレンジジャパンはクラスが2つあって、カップカーが走る JCW クラスと市販車ナンバー付きが走るクラスの2つがあるみたいです。そのカップカー基本的にはエンジンはノーマルなんで、まあ、足回りとかそのミッションとかっていうのは専用のものになってると思うんですけど、もう基本的にエンジンノーマルなんで、もうそのドライバーの技量とあとはチームの作戦がものを言うという、レース経験はうちの謎の経歴カメラマンの方が詳しいんで、ちょっとその注釈をいろいろ入れていきたいと思います。今ちょうど予選が終わったところなんで、予選は予想通りですか？まあ、まずっていうか、まあ、台数が少ないんで思ったよりゴムが乗らないですね。ああそうなんだ。昨日ちょっと雨が降ったんですかね、ちょっと路面濡れてて、今朝8時半前なんですけど。なるほど。どんどん気温が上がっていってるんですけど。で予選の20分間もやっぱりみんな後半に温存してて、タイヤが温まって路面が乾いたところでちょっとタイムを出してみたいな、それを予定してたドライバーがほとんどだと思うんですけど、まあ、多分ミニチャレンジずっと出てる人だとそっちの人の方が詳しいと思うんですけど、この台数だとあんまりゴムが乗らない、あんまりそういう意味ないんだ。はい、その作戦があんまり効かない。そのタイヤを決勝まで使わなきゃいけないんで、まあ、あんまりなるほど、ずっとアタックしてるわけにもいかないんで、タイヤ温存で走ってたわけですね。でなんか一応、JCW クラスカップカーの方は6本タイヤ使えるとかって、6セット6本ですか？6本って言ってなかった？6本中途半端って、6セットじゃないでしょ。6セットは何しましょう6本って言ってたっけ、8本って言ったっけ、まあ、とにかくタイヤのその制限があるんで、もうガンガンに攻めてこうタイム狙って速く走ればいいっていう問題じゃないみたいです。一応そのタイヤも温存しつつ速く走らなくちゃいけないという。そしてですね、これから多分まあいろいろ調整してお昼から決勝みたいなんで、ちょっとその間パドックがいろいろ人がいると思うんで、ちょっと中見てみたいと思います。そう、そしてですね、今回、一応ミニのショップだったり X フォルムさんとか、あとは静岡のミニ専門店ビットハウスさん、あとは安倍モータースの、安倍翔海さんも走ってるみたいです。なんと安倍モータースさんは社長の安倍代表がドライバーを務めてるという、かなり業界人的には見応えのあるレースなんですけれども、わあ、そしてやっぱりミニの関係者、ミニがいっぱい泊まってございます。すごいね、ミニいっぱい泊まってて。よし、じゃあちょっと僕のズズーしさを生かしてピットの中を探検したいと思います。で僕らはなんとピットの中まで入っちゃうっていう、なぜかズーズーしいからです。嘘です、ちゃんとパスがあるからです。今回ちょっと半分お仕事来て、半分じゃない、全部お仕事来てますので、ちょっと中の貴重な動画もお届けしたいと思います。はい、もういいよね、なんかこうちょっとこうピリピリしてる感じというか、もうありつつちょっとなんか見たことある方が視線を送ってますけど、まあ、ちょっとこのワンメイクでなおかつ市販車クラスもあるレースなんで、まあ、ちょっとピリついた感じもありつつ、ちょっとワイワイやってる感じもすごく楽しそうです。はい、あれどうですか、あ、これですか、あ、本当だ、モードミニゲームさんでございます。なんでこんなことは喋んないですか。
あれこれ撮ってんの？撮ってますよ。あれなんか見たことあるちょっと待って。こことそう、分かる人にしか分からない絵面になってますよ。直さないの？関係者多分大爆笑します。ああ、そうか。関係者が見えるあれがあった。いやいや、ないですけど、ないです。じゃあ一応撮ってみんな元気私だよ、はい、深作だよ。じゃあ入れとテロップ入れてみます。今日は作戦はあるんですね。え、作戦はあるんですね。毎回感想ですね。目標は完走だったなと。すげえ。これは。ない。スチ今何なの？デジタル大きさ。ここ何？これだけなの？ほとんど。あ、本当に大切だよね。これあれね、あれね、あのね、ボンドのやつが、ジグザイ、手がいいからって、あの、これと、伊藤さんの。放送しなくていいから、はい、これ見たら、はい、多分人気が爆笑する。サイボーズで共有しよう。サイボーズでね。はい、というわけでピット探検しようと思ったんですけど、ちょっと忙しそうなんで、ここで僕らのちょっと撮影の裏側をちょっぴりご紹介したいと思います。今回、一応名古屋店の飯村店長が、バースレーシングさんから依頼を受けて、動画制作、PV の、ね、動画制作の撮影に来ております。今あんな感じで撮影してます。どうですかとかって興味のあるところだと思うんですけど、ちなみに今回の装備は DJI っていうスタビライザー、はい、これ古いやつなんですけど、これにソニーの α7、はい、あとズームレンズで走ってる車を追っかけております。で、カメラマンが今使ってるのはちょっとこっちで撮ってもらいましょうか、はい、カメラマンが今使ってるのはこちらです。同じく DJI のスタビライザージンバルロウニン SC ですね。僕のよりちょっと軽いやつです。これで普段撮影なんかしてます。あとこっちは、一応そんなに超高画質は求められてないんで、ソニーの、α6600 ですね、に普通のちっちゃい一番スタンダードなレンズをつけて使っております。であと普段 PV なんかをお届けしている飯村さんセッティングがおそらく皆さん気になるところだと思うんですけど、開いてるかな。ソニーのアルファ7っていい、見てみてください。というわけで改めてちょっとピットの中を探検したいと思います。ちょっと忙しそうで怒られるんで、ちょっと時間を置きましょうか。はい、頑張ります。ご無沙汰しております。ちょっと後でお邪魔させてもらってもいいですか。はい、見てもらって。はい、ボンド TV。 はい、ボンドチャンネル。ボンドチャンネル。Xフォルムさんです。吉田社長。はい、ちょっと後でお邪魔させていただきたいと思います。すごいな。今回動画撮影のご依頼をいただいた BRP バースレーシングプロジェクトさん、はい、何も聞こえません。はい、のピットでございます。一応今回 JCW のカップカーと、あとナンバー付きの車両2台走行するみたいです。カップカーなんで最初からこのナイトロンの足回りが入ってたりとか、マルコのブレーキが入ってたりとか、ワクワクすぎて聞こえません。
になっちゃうんですね。こんな感じになって、ただエンジン自体はカップカーでも純正というかノーマルみたいなんで、まあ、かなりそのドライバーの腕が試されるかな。であとこっちがナンバー付きの車両、インテークなんかも変わってたりとかしてる感じですかね。ちょっとこっちはごめんなさい、僕レギュレーションが分かんないんで何とも言えないですけど、ジオミックのパーツ盛りだくさんじゃないと出られないらしいです。オートクロスは分かりません。今ミニの専門店 X フォルムさんの、まあ、ピットが入ってるところにお邪魔してます。カップカーの中がこんな感じになってるんですね。あとはモータースさんも、はい、社長がハンドルを握る的な、社長に乗ってもらうじゃん、カップカー買ってもらって、あれ紹介してでも実際なんかカップカーって販売してるらしいんで、カップカー購入してミニチャレンジエントリーするってこともできるみたいです。もう本当に間もなくかな。これから一周回ってグリッドに並ぶ感じでグリッドウォークが始まるみたいです。我らが撮影リーダー新村店長はギリギリまであんな感じで撮影しております。ちょっと今回出来上がったの見てもらって、ああいう PV 撮影とかのご依頼もお待ちしてますので、お気軽に。カーが4台、BRP さん、はい、あと阿部モータスさんだったり、あと後ろが普通のというか市販車クラスで走るみたいな、めちゃくちゃかっこいいよね。あのカップカーの詳しい紹介は以前ミニライブっていうミニのイベントで紹介してるんで、もしよかったらそれ見てみてください。ちょっとナンバースキーも見に行ってみる。やってまいりました、我らが埼玉大宮ナンバー上尾のパッツォさんの走る車みたいです。細かいレギュレーションは分かんないですけど、結構ノーマルみたいです。多分足回りとかそれぐらいじゃないか。ただ見たらインテーク結構改造してあって、ちょっとエアが多く入るようになってたりとか、そんなことはいろいろやったり、これインテーク改造しちゃいますよね。
メカニックの深作メカニックです、はい、詳細は控えますレギュレーションでかな。タイヤはもう希少サイズ205457。チーム埼玉、あの完走できればもう蹴散らしてください。ちょっとやったるぜカップカー蹴散らしてください。そうだな、はい、まあ楽しむレースなんだ。前側はね本気だけど、そうですね、こっちはみんなが誰でも乗れるようなレース。そうっすよね、だからナンバーついてるってことは別にこう出ようと思えば、そう、そうそうそう、そうですよね、うん、なんかすごいよね、ロールケージ入ってて認定しないの。あ、やっぱりこれシフト CAE なんですね。これシフト結構違いますね。ガチ乗りは相当めんどくさいそんな感じですか。そしてこんなに走る車なのにハーフレザーっていうポケットじゃなくてハーフレザー、すげえ。エアコンもそのままだって。あ、そうなんですか。だから暑い時は本当エアコンつけて走るんですか。マジっすか。で、内装もそのままじゃん。内装も剥がしちゃダメだから。あ、そうなんですか。そう、だからあのそんなに暑くない。はい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 、熱気がこう車内に入ってこない、暑さが違うよね。あ、じゃあそういう意味でも結構一般の人とかその本気じゃない人でも乗れちゃうんですか。じゃあ新車のおさべさんです6月29日。はい、皆さん雑誌買いましょう。お願いします、はい、ミニマガジン買ってください。
というわけで今回は富士スピードウェイで行われたミニチャレンジの様子をお伝えしました。様子をお伝えしましたというか、本来ちょっと撮影のお手伝いできてるんで、どれだけお伝えできたかちょっと微妙かもしれないんですけど、まあ、こんな感じでミニのワンメイクレースやってんだなっていうのが伝われば嬉しいです。でやっぱりミニってこうドレスアップが結構多いと思うんですね。ただやっぱりタイヤホイールなんかちょっとスポーツなものに交換したりとか、ブレーキパッドも手出すものに交換するんじゃなくて、スポーツパッドに交換するだけでまた違った車の楽しさっていうのがあると思います。今日ちょっと走るミニを見て僕はそう思いました。なんでそういったスポーティーなカスタム、まあ、さっきと走るカスタムなんかも、ボンドの方できますんでぜひお問い合わせください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。